えー、今回、まあ、紹介する動画なんですけども、まあ、実はね、あのー、自分はあのー、この動画はねもしかすると一番重要な動画じゃないかなっていう考えになってます実はあのー。確かに、あのー、イエス・キリストと、まあ、ヤファイのねその愛について知るためのシリーズの例えば、ねあのー、2番の動画ありましたよね。 あれなんか本当に素晴らしい動画でもうおそらくあの動画を超える動画それは全ての動画はすごいんですけどもあの動画をね超える動画は実はないんじゃないかっていうぐらいねそのの人類最大の愛について、まあ、述べたた動画だったわけですよねでもね実は自分は今回紹介する動画が実は一番重要な動画じゃないかなっていう実は結論に達しました勉強した結果ですけどもね。 あのそれはたくさんありますよあの勉強するべき動画ってもたくさんありますでも実はこの動画が一番重要じゃないかっていうのが今回する今回ねまあ紹介する動画になりますでなぜこの動画が重要なのかっていうことは是非この動画をご覧になってください。でこの動画をご覧になることによって実はねどうして自分たちが 今ね、メッセンジャーとしてやっていけるのかでどうして選別されたのかねで選別者の方はなぜ選別されるんだとか、まあ、そういった疑問に実はね明快な答えが出ます実は明快な答えが出ますであのー、ともするとねこれ基本中の基本の動画なんですよ実は基本中の基本の動画であって例えば 武術とかね武道なんかで言ったらある意味ね今自分たちが例えばいろんな動画を視聴してその一生懸命勉強してるってことは実はその基本がなければ、まあ、全く意味をなさないことつまり土台となるってことなんですね。つまり土台がなければどんだけ練習したって駄目ですよね。だって基本がないってことなんで全く駄目じゃないですか。 でとにかくね自分はこの動画をね通して改めてねあのそのヤファエの愛っていうんですかっていうのが分かりましたつまりイエス・キリストとヤファへの愛を知るためにはこの基本を知らなかったら、まあ、全く意味をなさないってことなんですでメッセンジャーもこれを知らない間にできてる つまり意識することなく実は言うとねできてるんですねできてるんですあの選別,さ選別される方もそうなんです実はできてるんですで,もできてることがでもね実は言うとすごいんですよあのなぜそれがすごいかっていうことはぜひこの動画をご覧になってください自分としては実はねこの動画があの全ての動画の元の元になるあの動画つまり一番重要な動画であるんじゃないかなと いう考えに実用と達しました。ですから、あの、それが何の動画かっていうのは、ぜひ動画を、あの、今回紹介する動画をご覧になっていただいて、各自でね、あの、また改めてね、ちょっと考えていただきたいと思います。もう本当にこれがなかったらね、あの、全ての愛も何もないんですよ、実は。でも、その愛があるからこそ、今知ることができるんです。つまり、そういうことなんですよ。だから。 ぜひ今回の動画をねあの、ご覧になっていてください。あの、そして、一度、その、今身につけてある基本。でも、その基本がね、いかに大事かってことが、本当にわかると思います。この動画を通して。ぜひ、あの、視聴してみてください。自分はこの動画が一番重要な動画だという結論に達しました。ぜひ、あの、視聴の方をよろしくお願いいたします。え、今回は以上です。ありがとうございました。